ゲルダ・ティレンはスウェーデンの画家、イラストレーターである。ストックホルムに生まれた。父親は新聞記者で母方の祖,祖父に肖像画家、彫刻家のヨナス・フォルスルンドがいる。1875年からストックホルムの実業学校、スウェーデン王立美術院で学んだ。当時のスウェーデンの画家の多くは王立美術院に入学する前に、 エドバルド・ペルセウスの私立学校で訓練を受けるのが、普通で、ゲルダと結婚することになるユーハン・ティレンであったのは、ペルセウスの学校であったとされる。王立美術院で、奨学金を得て、フランスに留学し、ユーハンとパリで再会し、1884年1月に、婚約し、11月に結婚した。夫妻はスウェーデンに帰国し、ユーハンの故郷のベステルノールランド県で暮らした。 4人の子供のうちに留守も画家となった。ゲルダ・ティレムは人物画、生物画、風俗画を描き、多くの書籍、雑誌の挿絵も描いた。子供向けに出版されたシリーズのダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソーの挿絵を描いたことで知られる。フリッツ・ロイターの著作の挿絵やクリスマスカード、イースターカードを描いた。ありがとうございます。